はようございます、香織です。私は最近買ったものが2点あるというお話をして、一つはメガネケースですね。で、メガネケースを買ってもなかなかこの所定の位置ね、ケースにメガネを戻すことができません。ついパッと置いちゃいますというねお話をしたのですが、最近ねようやくね固定位置ね、つまりメガネケースにメガネを戻すことのできるね私を発見していますというお話で、なので意識するとできてくるんですよね。でね、もう一個ね購入したのはねマイクなんですよね。でこれもね買う時に迷いました。とにかくもう種類がもう無限ではないんでしょうが、いろいろ出てくるんですよね、買おうとするとね。で私はとにかく手元に置かないで、なんだろう、こうアームのついてるね場所を取らないマイクを探していて、まあ、良さそうなのがあったのですが、いかんせんこう光るマイクだったんですよね。ゲーム用マイクみたいので、でもこれ光ってると気が散りそうで、どうしようかなっていう思いがあったのですが、でも評価を見て、やっぱりこれだなという思いがあり、注文しました。で今どうでしょうっていうとね、光ってるの全然気にならなくてね、むしろマイクが光ってると電源が今オンになってるってことがよくわかるので、光るマイクはね意外と気になりませんっていうね、はい、だから買う前にこれどうかなっていうね迷う時ってよくあるかと思うのですが、私は迷った時はまあオーリングをねやってみたりとか、やっぱりどこか気になるとかね、あとは今一つ自分に合わないような気がするけれども、買ってみたらこれが意外としっくりきたっていうね、そういうことも多々あるので、まあ、今回のこのマイクもまあ OK だったなっていうかね、はい、冒険してみてよかったかなとね、はい、思うね買い物でしたとね。でね、またねメモ書きがねいろいろ溜まってきてね、ちょっと気になってるのはね、敵を愛せってからね矢印で、敵はいないというね、はい、まあ、書き直したというかね、これ本当はこういう意味じゃないかなって思ってたんですよね。で、まあ、敵を愛せっていうのは、まあ、よく聖書に出てきますよね。イエス・キリストがの言葉として敵を愛せは紹介されますが、まあ、敵を愛せる人って、まあ、素晴らしい人格者というか、こう悟りを開いたというか、まあ、究極の理想みたいに言われますよね。でもその反面、それどっかでそれ無理だよねっていうね思いも抱き、まあ、諦めちゃう人も多いかなってね思うんです。だからこの敵を愛せのハードルが高すぎちゃうんですよね。でも敵っているのかなっていうね、量子科学的に考え、量子物理的に考えると、全てはつながってるわけですよね。どこでつながってるかといったら、その空とかそのゼロポイントフィールドとか、分かりやすく言うと雲の間に隙間ありますよね。でそれと同じ関係が人間にもあるわけで、一見こう全くこう別人格であり、自分とはタイプが違ったり、これ意見が違ったり、まあ、一見憎むべき存在であっても、でもつながってるんですよね。つながっているということは、ゼロポイントフィールドでは同じなんですよね。私であなたは私なんですよね。だからその対象を愛せというのだったら、もうそれいとも簡単っていうか、それ自分自身なのでね。いや、自己嫌悪をしていない人であれば、自分を愛するっていうのはね
意図も簡単なわけで、だから敵を愛せっていうのもそれ敵じゃないからっていうね、じゃあ愛せるよねっていうかね、もう普通に愛そうと思わなくても愛すべき存在として認識できる、だから一見ものすごいハードルが高そうだった、敵を愛せという言葉もそれは敵ではないとかね、敵はいないと考えると、一見こうに憎らしい人も意識的に愛そうとするとそこにこう無理がかかってしまうんでしょうね。でもこうその人も自分だから、まあ、愛そうと しなくても普通に愛してるよなぐらいな、はい、ね、力の抜けたね考え方がねできるかなとかね、はい、でね、あとはねフォトリーディングのね、効果っていうかね、今どうなっていますっていう現状報告をねしたいのですが、まあ、フォトリーディングはねやっぱりいつもの今までの自分の癖が出てしまって、ついつい一生懸命こう読もうとして疲れるみたいなね、ああまた自分の癖が出ちゃってるな、特にね興味がすごいある本はもう一生懸命また全部読んじゃうんですよね。で、ああこれやっちゃうとフォトリーディングの意味がないからいかんとは思うのですが、まあその本によってはねフォトリーディングができています。つまらないそうな本とかねそれは気楽にできるわけです。難しい本とかいまいちピンとこない本に関してはフォトリーディングができているので、まあ練習にはなってるかなって感じで、じゃあその効果ね、はい、これはフォトリーディングの効果に違いないという効果は出てきました、はい、それはね私がもう一つの動画の方で取り上げているこのニュースですね。でニュースはさすがにフォトリーディングするわけにはいかなくて、いつものこう読み込むっていうかね、頭にこう叩き込むような読み方になってしまいがちなのですが、でも頭に入ってくるね速度っていうかね、まあ、速度ですよね、早く読めるようになってきたました。ニュースもね端から端まで読むのではなくて、パッと見るとある程度その塊で理解できるっていうね、それができるようになったので、あこれは間違いなくフォトリーディングの成果であるというね、はい、だからね なんだろう、私の価値観がねどこかで変わった結果だと思うんですよね。それは隅から隅までじっくりと読まなくても頭に入ってくるはずっていうね、その意識でやるフォトリーディングの、まあ、意識の使い方みたいなね、その癖がニュースを読むとき、それは本当に頭に入れなくちゃいけないっていうか、理解しないと話ができないジャンルの情報であっても意外と早くねパッパ、あそうかこういうことこういうことっていう感じで、そのね理解の速度がね2倍まではいかないかな、1.5 倍くらいには上がってきてね、これはね普通に嬉しいあなんか早く理解できるようになって嬉しいっていうね、はい、そんな結果がね出ていますっていうね、はい、とね、うん、そうですね、今日はねまあそのくらいにしますね。またねメモがあるんですけれど、これはね明日以降のテーマということで、はい、今日は、敵を愛せから敵はいないってね考えると、このハードルの高かった、まあ、成果みたいのも、まあ、できそうっていうね、成果ができそうはおかしいですね成果に書いてある言葉も実行できそう、はい、あとはフォトリーディングを続けていた結果、続けている結果ですね、はい、ニュースを読むね速度も上がってきて嬉しいというお話でした。はい、最後までご視聴いただきアンカトー、またやります。ではまた、バイバーイ。